戦闘合宿の集大成は戦闘プレゼンテーション。メンバーは3つの班に分かれて1つのテーマについてプレゼンテーションをします。今年は銭湯の未来をテーマに各班がそれぞれプレゼンを考えます。未来みたいな感じで班内で話し合いを進めながらポスターに発表内容をまとめていきます。これからの銭湯の姿について多種多様なアイデアが出ていきます。フラッツ余裕のために100円とかの石鹸でいいから置いとくみたいな、本当に安い。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。じゃあ、勝った人が一番です。はい、銭湯の未来を考えるということで、我々のチームは、利用者をどうしたら増やせるかということに、焦点を絞って考えました。銭湯を知らない人にどうするかということで、銭湯に行きたいとか銭湯にちょっと興味があると思っても近くにあるかどうかわからないっていう人がいると思うんですよ。だからそういう人にどうするかって言ったら知らせればいい。だから広報を充実させるっていうことが一つの手じゃないかなと思います。ここ画面の祭りとのコラボってやってなんですけど、祭りとコラボした浴衣をこう貸し出したり、こう買ってくれる人がいるなら買ってくれたりして、その後祭りが終わったらこう人混みの中で汗とかもだとか思うので、終わってからちょっと今日は特別です。お祭りが終わる遅い時間がありますので、帰りに入ってからお家に帰られるといいですよみたいな形で、こう銭湯の最後へ行って、お汗を流して帰ってもらうっていうのも、お客様を集める一つの方法だと思います。一人暮らしをしていて多少お金がある、いわゆる独身貴族みたいな、彼らは銭湯へ行くことで大きな浴槽に浸かることができる。また、家で風呂に入る時の風呂掃除の手間が省けるなど、さまざまなメリットがあります。銭湯の値段が高い、460円が高いと認識している方も多いんですが、実はこれらのメリットを考えるとそこまで高くないものではないかということを私たちは考えました。で、あと、やっぱり一応石鹸とかそういうのは置いてもらいたいと思いますね。その毎回持ってくるのが面倒な人も多分いると思うんで、まだまだなんだろうな、全部持ち込みっていうところもありますけど、石鹸とか最低限のもののクオリティとかでもいいんで、とりあえず置いていってもらうのはどうかなというふうに思いました。はい、どうも皆さんこんにちは。どうも。私はゴルニーです。おかめちゃん先生です。ミスターチェス、ナキです。5人合わせてミスターゴリナワです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。未来を考える上で現状を調べたところ、この銭湯の数はずっと減少していて、新規顧客の獲得と常連客がをする必要があると考えました。どういうふうに対策を練っていけばいいのかって考えた時に、このオプション A とオプション B っていう、主に2つ大きな見方を、してみました。これは銭湯という業態でやっている以上当然なことだと思うんですけども、まずお風呂をメインに据えたのが A で、 B はお風呂を、反対は、サブですね、サブコンテンツとして考えた時のオプション B っていう、この2つの見方を、ここで提示しております。2泊3日の銭湯合宿、いろいろ至らない点もあったかと思いますが、いかがだったでしょうか。
楽しめたら良かったですので、こんな感じで合宿終わりにしたいと思います。お疲れ様です。You to the world。 お誕生日ガール、誕生日ボーイ、ごめん、これ動画だ。動画です。動画なんだ。よいしょ。そう、あだ名はい。頑張って。ああ。